各自嘅使命，喺众人目送之下，诺提士气风发地出哭了。表面上系为了获得水神利维坦授予力量而打倒帝国，但内心却也怀着些期待，希望能和 Lulahulia 重逢。亦都系关于恋人之间嘅重逢。Yeah. 花嫁姿見られなくて残念だったな。水神討伐の準備随分と慎重だったね。動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナフレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船が着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だが、着いて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナフレーナも頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょ。ルナ、うん、这个仪器跟白 OK 啊，无事かどうか確認し。看得到了、啊、，OK， 看到。まずはそこからだな。帝国領だってのがちょっと心配だ。心配って？ルナフレーナ様？ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナフレーナ。ルナフレーナ。あの。这个靓女啊。どんな手に出るかわからない。王子一直喺度揾紧。クリスタルはただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪は？王子とは要小心点。状況から考えると王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながら俺騎士に水神の方も大事だけど、さあって解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイスが、あ、彼の義手だったのを覚えているか。どう OK や、うん、覚えてる。王都襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か特異な力を持ちしかもだとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんだ。力って言ったら正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど、それもなくはねえだろうな。だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで奴は今陛下の剣を携えているらしい。そいつはどういう意味だ。王様のお墓と同じってこと。わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと、うん、力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の片身を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。欢迎来到我的房间啦。水神のところにも
やっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのは六神の力がノクタイを渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。要は天六さん、どう動くんだろう。最初の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど、なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって一応だ。また来るのかな。会いたくはないな。嫌ってるよね。不真面目なやつだからな。違う。グラディオも言う通り、彼には善意でという印象がない。手助けされる状況に陥るたび非難の目を向けられている気がするんだ。まあ言われれば。考えすぎじゃない？かもな。だが油断はできないと思ってる。なんだ？まあ意外こうやって聞いてる。だって見渡す限り海しかないじゃん。さっき見渡す限り海ですげーとか言ってたのはどこの誰だ？親父の指輪はもうすぐ帰ってくんのか？ああ、オルティシエでもらう。よかったな。王家の誇りなんだっつってたぜ。あ？親父が？王家の思いを背負って。好靓咯，游艇我好中意。我想有个咁嘅游艇可以出去玩。それを光栄に思ってよ。王になった顔ってのは写真でしか見てねえがな。陛下の即位式には出なかったのか？その頃には外にいたからな。でも呼ばれただろう。お前の親父と旅の最後に喧嘩別れしてんのさ。そうなんだ。だが連絡を取り合っていると数年後に和解はしたさ。だが一度も顔は合わしてねえ。出向いてありゃよかったな。ま、今さらだな。レガリアはつくんだ。しばらくはオルティシエにいいんだろう。ああ、そうなると思う。うん、整備だけはしとくぜ。シドニーが見てたからな。大していじるところもねえだろうが。シドニーの腕認めてるんだね。まあガキの頃から苦労した分成長したさ。え、苦労って？親御さんの喧嘩つらかったろうよ。親が死んだのは物事分かってか。今じゃ能天気に見える。まあ明るくっていうか。ありゃ本人の努力だ。オルティシエには何度か行ったことがあるのか？行ったってない。一度ただしばらく滞在した。どんな町？でけえ町だ。そんだけかよ。王都とはいろいろ違う。ざっくりしすぎ。異国の首都だからな、一言には絞れない違いがあるはずだ。いい経験になるだろうよ。だいぶ話し込んだが、そろそろオルティシエに着くんじゃねえか？ああ、もうすぐだ。天気が持ってよかったな。着いたらまずは宿を探そう。なんで難しい顔？いつものことだろ。まあ心配してんだろうよ。野宿でいいなら構わないが。宿じゃねえが、知り合いの店がある。おお、ウィスカムって。親父とも旅したやつだ。もしかして工場にあった写真に写ってた？そうだ。店は飯屋だったか。まあ、顔出してみな。ああ、で、なんてとこだ？なんつったっけな。マーコ、そんな名前だ。へえ。まあ探してみな。昔話の一つでも聞けるだろう。水神を目覚めさせる儀式を行うことについては演説の中で説明すると政府を通じて発表がありました。そうまで言うたと。一時は死亡されたという情報も流れていたルナ・フレイナ様ですが、この演説で教員式の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなります。ルナ・フレイナ様の演説らしい。ルナ・フレイナ、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそう。ああ、地面に行こう。好靓。我都
呢、這个画风先系真正嘅翻到翻嚟。通告书。通告书。好。ちゃんとある。好搞笑，我都冇准备。通行证。随分と古いな。まあいい、行ってよし。好靓喎呢度。あらかじめ準備は。してねえよ。30年前のだ。古いってのはそういうことか。まあ、プールとかね。そんなもんなのかい。好靓喎呢度。哇，有啲似意大利喎，好靓呢度真系。哇，呢个游艇都好大。哇，边度嚟啊？呢度好靓啊！哇，威尼斯咁好似。这个地图有几大先？哇！喺呢度都好大啊噃，但目前嚟讲净系得呢度行唔得，其他都去唔到。佢两嘴啫，讲唔到嘢啊佢。玩片呢、这个欧尔提谢，欢迎到美丽嘅水都。即系有啲旅游嘅广告啦。今度系入国審査？通行証だけじゃねえのか？哇！意大利水城啊！哇！ここは手続き中の船がいますので、隣の受付をご利用ください。要嚟办手续啦，入境啦。おい、待て！入国の目的は？あっと、旅游观光得唔得？交俾阿希德大叔应付啊！喂，俺に来んのか？啊，これ、あの店だ。マーガ、マーガに行くんだよ。聞いたことのない店だな。つまりあれか、裏の話。おい、大阿三爷。では私に入国税として納めていただこう。額は。喂，唔系嘛？喂，唔谂住俾钱嘅喎。なんで俺がこんな目に？おい、踏んだくられた分の金をこせ。好彩唔系好多，2000啫。さて、店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ？ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃ、まずはそこか。咁问下呢个导游啊，哇！喺呢个黑龙江喺我面前抢晒镜，意外と都会だな。腹減ったな。OK， 咁我哋依家去揾啦。ホテルに泊まんないのか？気取ったとこしかねえのさ。飯は？老人だって心配してんのか？哦，即系话佢自己搞掂，我哋自己去揾得啦。ウィスカムもそのうち酒持ってくんだろう。ノクト、これ見てよ。どうした？泊まれる場所はっと。お前忙しいんじゃねえのか？はい、見えてくるよ。どこに泊まろうか。見えて、同様で。我、哦、呢度坐船嘅可以，佢冇船坐啊嘛。またマーグに首相が来たって？仲がいいねあいつ。首相嚟马哥，咁马哥又喺边度咧？好哥，你眼唔舒服？
ナフレーナ様のドレス展示続けてるらしいよ。礼服有紫色。哇，好靓佢着得。婚礼用の？好優雅。でもあれ追悼のためって。今度は無事だったとお祝いなんだって。展示延長してるから見に行っとこうよ。ドレスって前に新聞で見たやつかな。そうだろう。店の名前が同じだ。見に行かない？式は中止のまんまだからな。新郎には複雑なとこだろうが。でもほら、二度とやらないってわけじゃないんだし。そうだな。歩きながら探してみるか。買い物しなきゃ。オッケー。前面啦，就系呢度去执古老银币。哦。换套衫，换套休闲装。但系落雨啊，换套休闲装又唔系好衬咯。軽くご飯食べよう。いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください。買乜鬼啊？冇錢。またいらしてくださいね。我看有啲畫喺度喎，好似。どこに泊まろうか。好似翻咗歐洲咁啊，超前。この階段を上がった先だそうよ、ビビアン。あら、随分遠いわね。店を目指している人が多いな。点过去嗰边？咁路过去？冇噃，咁佢又上啊上唔到，咁影相问下嘛。俺さん、この近くで撮りたい写真があるんだよね。影相？难得嚟到影张相。じゃあ行ってみるか。うん、行こう。酒馆，咁都要过对面啦。好像要钱啊。楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい。ゴンドラ。あ、可以去到マーク。哦，唔使钱喎，好嘢，唔使钱嘅，几得意。威尼斯啊，水城威尼斯。哇，就要呢个酒吧影相好靓，我好中意，好大个圆拱啊，好正。何買おうかな。それじゃ、また会おう。じゃあな。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アルバ。ノクティス王子大きくなったな。どうだいだ。おや、覚えてないか。小さかったもんな。レイヤ。ご飯食べよ。ライブスが町に来てたっていうが、あの最初もそのうち現れる。これは誰が講演してるんだ。やつどこも気になるぜ。ゴンドラに。初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。この国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが街で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。
先问下水神的问题。水神に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のために。第五官准备投发水。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思ってる。ならどうして儀式をさせるんだろうね。神冇嘅问题。神無忌が演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れ。じゃあ可能会見ファンでは。様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。問問帝国官。帝国軍はよく来るのか。町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブスを。ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。最後来ないわよ。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。哇，呢度啲刺客系希拉里克林顿喎。咁点啊，大佬？態度。レストランに行かない？邊兩嘴啊？お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト。彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくて、ね、でもうちもタダで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様。答えは鑑定で聞くわ。邪魔したわね。もう、佢話要去个官邸嗰度等佢倾生意，倾得埋埋。分かりづらいだろう。だが、哇，佢唔系。あれでも意外と誠実な人間でね。交出女巫。何ですか？俾第个官。せよ、船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。交出。まず、それは乜嘢交出？どうかな。唔通要去肉食？それは。走路会仲要，唔通真系要去肉上？好刺激啊！换张相先。この辺で撮ろうぜ。啊，暗くて撮影は無理だね。出直そう。ガイドやレストランに行かない？この辺で撮ろうぜ。天才了。ああ、暗くて撮影は無理だね。出直そう。又要等到早上先。我唔影住啊，等住啊。いらっしゃい。魚ならうちで買っていいよ。咩都買唔到啊，冇錢。哇，呢咩咁貴啊？唔止帳。ありがとうな。冇錢啊。誒，呢度仲有賣嘢。さっきすげえ魚が売ってたさ。どこで釣れんだろう。店員さんに聞いたら。いらっしゃい。ゆっくり見ていってよ。基本食材。食材包。どうぞ、ごひいきに。ゴンドラに乗って。我哋依家係可以去邊度咧？我哋可以去呢度，首脑会堂。咁呢度即系我下次再影个。
宿はどこにする？今年吧。电台冇声喎，点解？呀，ゴンドラ乗ってかない？ちょっとお店入らない？坐船去唔到，坐船。呢度，咁我哋就去个官邸度睇下。sorry， 好攰。去官邸度睇下有啲咩交易先，做啲咩交易。帰り道もよろしくね。ノクト、これ乗ってみたくない？ノクト、これを見てみないか。上次咪搭咗咯，咁搞笑啊！佢，我睇个橱窗好靓啊 ，Galinado， 咦，你又喺度嘅？この先の厳しい戦いに備え、本体が時を戻すことを望むなら叶えましょう。哇，你又喺度？咦，咩意思啊？回顾过往记忆，可以在住宿选单进行选择。套用目前状态返回时，将自动退还租借中嘅按钮。返回住宿处的目的地将会使用安布拉此能力的据点。OK， 现在点？早くドレスのお店行こうよ。ゴンドラの駅を調べないと。歩いちゃおうよ。遠くないよ。結構近いみたい。いらっしゃいませ。かしこまりました。お前でもお家。いらっしゃいませ。这里绝买有一道，三万九。看看安布拉有咩，去做啲咩先。啊，又可以翻去路易斯握手。冇啊，就想同佢握个手咋。又话呢度又嗰度，咁即系去边度啫？玩够啊！どうする？首相のとこに行くの？要揾啊！咁我都要。選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。不嬲，準備好啦。Thank you。咁啊，能力樹加點數先？诶，能力树呢个画面变咗嘅，冇晒一点点点啊！唔得，更新咗一次，冇咗一点点嘅。魔法。全员魔星，咦，新版嚟喎呢个版面，佢改咗个版面，加咗个背景图案喎。暂时唔需要住嗰啲。王家之都唔需要呢啲住，
空中电波。冲击同步。太多了。我挡的这个。OK 了，都没有可以加了。大幅 HP 俾佢啦，佢咁少血。我能手握更加多。我都唔旨意俾佢，即系要佢打啦。你唔好死就得。增加你攻击力啦，佢都好强噶噃，呢啲大声攻击咩 ？HP 恢复出多。唔需要啦，就咁啦。唔係，我唔想住啊，冇錢。どうも、どこまで行くかい？嗰度應該係碼頭。我都去个官邸嗰度睇下有咩情况先，睇下可唔可以短时间之内玩完呢个。また会う。第九章，无数平大雪壁。Hello， 无数平大雪壁，你好吗？点过去呢度？咁嚟错地方，防失路添，屌！耶，ゴンドラ乗ってかない？今去呢度先。グン、やめるかもって本当かな？彼女がだいぶ気になっているんだな。都唔知道去边度啊？どっちって？ちょっと待って。Okay。案外真剣に悩むんだな。要过对面先上去。どうも。どこまで行くかい？
好靓啊，真系好似欧洲。上がった先だそうよ、ビビアン。あ、随分遠いわね。店を目指している人が多いな。冇错啊，系啊系啊系咁过去。哇，好靓呢度真系。坐船入嚟系咯。佢话差啲，差唔多要翻旅馆啦，两个人翻旅馆玩咩啊？你哋？呢度都系元素可以吸收，哦咁嘅，呢度都有元素可以吸收，城市里面喎，可能等一阵要打斗，等我练啲魔法先。你们听得懂我说话吗？还是你们要听普通话？我要练连续中火焰，呜！怎么你们不说话的？是不是害羞啊？你们不用害羞哦，跟我聊一下天吧。鸡谁？水走中了、okay、可能等一下要打斗哦，停止中暴雪没用了，这些杀四年中暴雪啊，在楼上啊，去他官邸那里看看他想怎样，想不想做嫁娘，这里是对的。あれを見てみるのはどうだ、ドクト。どうした？咦？发现了一些东西要我看，看看先。哇，有水果香啊。就咁啊！哇，大佬啊，你就系咁，你我以为有得买啲雪糕，你真系冇咁玩我啊！就叫我睇啲文字啊！屌，一交涉冇办法翻去，冇办法翻转头，咁我保存咗先啦。好紧张啊，可能是这一张纸的见你啊，应该是第九张见你。我的啊，喂不喐脚啊，死机啊。啊来啊。亚埃尔德被称为水都的美丽城市。哇好紧张。要讲数做个两，唔使惊，我有炮。WeChat 又来てくれたね。どうも。早速だけど。哇，你作为国家领袖，表达感谢先，多谢你俾个机会我。挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね、天主が何も教えてくれないものだから、ご本人を呼びしたの。
私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。你个似乎交咗神望。我担心呢个国家嘅处境，我唔可以俾佢知道。あなたにとっても危険じゃねえのか。我嘅目的，真正嘅目的系咩？帝国との関係を気にしてくれるの？即我要关心佢嘅利益。立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水陣を起こして何をするの？喂，启示做准备系嘛？喂，我唔知喎，呢啲系咪啊？啓示の準備だ。俺が水陣の力をもらう。ふふ、それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら？私は。ここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？うわ、嗰陣時巨神啊，炸到爛曬啊！佢俾咗力量我啦，喂，係啊，佢冇去旅行啦，佢俾咗力量。巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか、帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。陳家也是信他没办法，只要在地市街地开战的。まあ町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要。即系话我可以帮佢解决咗呢个问题之后，佢话同意。哎 ，Lucas 又回来啦。ええ、でも計画はまだ未完成。だからあなたたちを呼んだのよ。我在跟一个国家在交涉。それじゃ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。 OK 啊。我答应了。仕方ねえな、協力するわ。素直ね、よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。我帮你对付佢哋啦。それは俺に帝国と戦えってことか。一言で言えばそうね。逆に言うなら、そんな騒ぎの中動けるような兵はこのアコルドにはいないの。てか、取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手。我觉得这个女元首长得有点像希拉里克林顿。頭下げな。頼まれてやる。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶなら、その時は。わお、わお、わお、わお。哇，到底系咩事啊？依家唔好激嬲佢住，唔讲嘢。分かってるでしょ？首相が守るべきは決まってるわ。分かった。我是不是应该要首相として市民を守れ？父親に似てるわね。これ何意思？あ？どういう意味だよ。さあ、遠いのか鈍いのかわからない男ね。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。
今回は宮廷四隻最大規模になるわよ。うまく動いてくれると期待してる。こちらもそれに応えるわ。うん、出てこい。ああ、咁啊，应承咗呢个条件啦，就要睇下我点样疏散佢哋。面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレイニスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。上任臣も死咗俾佢哋刺殺應該。OK， 去到当天，佢系避免唔到一场激战，我准备好啦。意大利千夫，儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る。夏大师在此。とはいえ、Hello, にゃま。王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援と。敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。啓示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、分かった。分かっている。去边啫？依家，佢就系我哋嘅女主角 Luna Hulley。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間で。演説頑張ってちょうだい。他不会死掉吧。他这一张图我们魔道兵立刻就出现了，难道我们都被卖了？ What the fuck？ 难道我们被卖了？哇，召集咗好多人，快啲疏散佢哋先得。啊，作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。
すげえ人、こんなに集まってんのか。ルナ好了。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。ありがとうございます。ノクティス、咁令到喊咗。好，咁样水神对话即将开始，咁我哋要点样解救佢咧？手机响，喂。ノクト、帝国軍が現れた。こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、マルスト始まるんだね。四部飛空艇仲有咁多摩托船。稍等一下，稍等一下。这个章节很多剧情啊。好靓嘅画面。我が名はルナ・フレーナ、カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けを。喂，我喺以前喺预告片睇过一段，一段龙嚟啊，记得。李凡达。
这个时候呢，你打一个魔导兵啊 ！Come on, let's go, let's go！換翻支，換翻武器先，試下吸能長槍，我中你呢個。你喐嚟啊嗱，睇嘢啊，等成馬啦。小儿科啫，喂喂喂喂喂，哇，都给他拿一夜打死三次，除了你打完了，都话咗俾我哋高级嘅文明，对于我哋系冇怜悯。成绩に選ばれしよう。就好似星の闇を払う。一只蚂蚁对于你，それはお前の勝利。别人类高级的文明对我们来说，是他们没有对我们怜悯，就好像我们对蚂蚁一样，你对蚂蚁会有同情心。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。我们是无法理解我们的。その証を見せる。哇，好唔听话吧呢条路。お前らは下で待機する。あれはどうしよう。飛び降りて。はあ？いいから早く。我跳落去咯，我啱先跳啦。我谂住好型手咁跳落去嘅，我系要揿个圆圈触发呢个剧情。帝国軍の武器を借りた。これで水陣に近づこう。うわっ！你再挡住佢啦！你接受唔到啊！哇，好刺激啊！我手仔喺度震紧。困难を見つけてきたな。どうにか近づけないかと思って。来啊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 ！ノクト、捕まってよ！哇，好厉害！捕まえ、捕まえ！哇哇哇哇哇哇哇！三个人上咗去，吓、啊！啱先揿咗圆圈，我要去打佢。
を返す。あんたの力がいるんだ。有没有给他完成这个点？哇，咁样打你唔死啊！你都算大命嘅喎 ，Noctis。打到水神，点打先啊？喂，冇嘢，冇讲点打。你咁大只，我咁细只，点打啫？倒されるまで認めねってことかよ。ほっ、よっ。我屌你呢个咁大个漩涡点打啫？喺边度啊？条龙都唔见咗。我边度打嘅？明啊？换去亚罗，喂，等下先，换个武器先，唔够劲啊，攞呢啲啊，再换把呢个，蜘蛛侠。怎麼打啊，到底找都找不到他在哪裡，难道我没办法去改变这个现实？诶，宰相来了，指輪出しない。艾丁，他得到个戒指。じゃあいいや、君が渡しなさい。Holy shit！ クリスタルも取り戻すよ。早く来いよ、ノクティス様。私が王に届けます。 What the fuck？ 病気から使わされた者たちはようやく Luna Julia 被人殺了啊。 Noctis 一直想跟我結婚的人死了。あなたもどうぞ休み。 Luna Julia 様。 Wow man。他就快死了。原来拿走这个王的武器是 Luna Julia， 好吧，我不知道。这一个王的灵武武器被人拿走了。
該係啦，呢、這個佢老仔都冇。而家應該係七六百，咁我就唔開啦。唔係你死未？就快搞掂啦！就快搞掂啦！暗里有奇啊！喂，奇啊！嘣嘣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 ！轰炸！轰炸！轰炸！下面了吗？
搞定了之后，我就叫露娜。打死！你就翻唔掂啊！你啊，好，我哋做一队。Yemen Crush。我系喺度接受启示啊！我系唔系喺度接受侮辱啊！但系 Lina 佢死咗。他的恋人死了。准备接受启示。应该开始回忆佢哋以前嘅事啦。诺克蒂斯様，ルーナ、ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？ルーナが死んだ。あなたが会いに来てくださったこと、
私はそれだけで十分です。なんで僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。露娜死咗，就算俾 Noctis 得到咗王之戒指，又有咩意思？我还有啊。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナ。亡くなられた。我想到这场战争之后 Luna 死了， Ignis 盲了，虽然得到水神的力量，但这个代价真的太大了。故事发生到这里真的是很难预料所有发生的事情。Noctis 一直想找回 Luna 和 Hylia，因为他们准备结婚，可是当他们隔了十几年再相见的时候，就已经是一个Luna 就去世了，所以我也不知道为什么故事会发生成这样。Ignis 他眼睛瞎了。
我还是继续看一下这个故事吧。嗯。